アイアンマスクは、ベルギーのマジックキングダムのギタリスト、ダッシャン、ペトロッシが2002年に結成したネオクラシカル、パワーメタルバンド。ペトロッシは、サイドプロジェクト、アイアンマスクでレコーディングするために2002年に、ライオンミュージックと契約した。バンド名や、ファーストアルバムのいくつかの楽曲は、アレクサンドル・デューマの、鉄仮面に依拠している。 彼らのファーストアルバムは Revenge Is My Name という題名が付けられた。ベースはバッシリモルトチャノフによって演奏され、ボーカルはフィル・レタフによって、キーボードはユーリ・レ・グローテによって演奏された。2005年4月にアイアン・マスクはアルバム Halls of the Brave h ブ l l s of the Brave で、それまでとは異なる傾向の楽曲を収めた。バンドはボーカルにゲッツバララジュニアモアを起用した。 ゲストボーカリストのオリバー・ハートマンは3曲歌った。キーボーディストのリチャード・アンダーソンは、ホーズ・オブ・ザ・ブレイブの全曲を演奏している。2005年11月に、アイアン・マスクは、ホーズ・オブ・ザ・ブレイブをプロモートするために、カナダのヘビメタルの重鎮バンド、アンビルや、ファントム X と共に、いくつかのヨーロッパコンサートを行った。コンサートの様子は録画され、2008年にドキュメンタリー、アンビル。 夢を諦めきれない男たちとして公開され、サウンドトラックも同時に発売された。2010年に、アイアンマスクの3枚目のアルバム、シャドウオブザ・レッド・バロンが発売された。ペトロッシュは7つの楽曲を書きプロデュースをした。ボーカルは、ドリームズを、オリバー・ハートマンが歌ったのを例外として、その他の曲は、ゲッツ・バララ・ジュニア・モアが歌った。サハラでは、ゲストミュージシャンとして、 ラーズ・エリック・マットソンがギターを演奏した。ベースはバッシリ・モルトチャノフのままだったが、新しいドラマーはエリック・ストゥートに決まり、キーボードはアンドレアス・リンダールに決まった。前作の時と同様にローマ・シアドルスキーがエクストリームボーカルを担当した。イエンス・ボグレンがサウンドを担当した。2011年のパワープログメタルフェストに出演した。 アイアンマスクボーカリストのゲッツバララジュニアモアに健康問題が浮上し、アイアンマスクはカーステン・リザード・シュルツを2010年6月26日にベルギーのデッセルで行われたグラスポップメタルミーティングの際にボーカルに起用した。この時に他にもメンバーチェンジが行われた。ラミアリが新しいドラマーになった。アンドレア・スリンダールが他の仕事の契約を結んだ際に フィリップ・ジョルダナが重要な役割を果たした。2010年12月に同じメンバーでアットバンス、リバンプ、プライマルフィアと共にベルギーのクールネで行われたフロストロックメタルフェスティバルで演奏した。2011年4月30日にアイアンマスクはヨーロッパ、ハンマーフォール、ガンマレー、そしてバンデンプラスと共にパワープログメタルフェストでコンサートを行った。 2011年7月にバンドはアルバムブラックアズデスではイングベイ・マルムスティーンの下でボーカリストをしていたマーク・ボールズとヨーラン・エドマンをボーカルに起用すると発表した。マッツ・オラウソンが全曲でキーボードを担当した。ミックスとプロデュースはデニス・ワードによって行われた。このアルバムのためにバンドは2011年9月にアフムレコードと契約した。ブラックアズデスは 同年12月16日に発売された。2013年にアイアンマスクは5枚目のアルバム、フィフス・サン・オブ・ウィンター・ドゥムをアフムレコードから発売すると発表し、それは同年の年末にマーク・ボールズをボーカルに起用して収録されたアルバムである。ありがとうございます。